はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていく動画は、まあ結構前にも何回かですね、期間空けてやっているんですけど、今回やっていくのは、今回今強 P がですね、まあちょっと今期まだ回してないんですよ。まあまた明日回そうかなと思うんですけど、ちょっと忙しくてなかなか回してなくて、で、ソロリーグですね、今強 P ランキングトップにいます。まあって言っても1位が負けて落ちて上がってきたって感じなんですけど、今1806、現在最高強 P ですね、更新中で、まあまたね頑張って最高強 P 更新狙いたいなとは思うんですけど、まあこの今強 P を持っている自分がここに行くまでの間に、育てて後悔したなって思ったキャラやっていきます。過去にですね、絶対育てない方がいいキャラみたいな動画をですね、まあ上げていて、未だに半年以上前の動画かな、なのに未だにね、かなりたくさんの方に見ていただいて、もう7、8万ぐらい再生されてるんですかね、ちょっとわかんないですけど、結構たくさんいただいてます。ありがとうございます。はい、再生回数をですね、伸ばせてる、まあ、動画で、まあ、結構需要があるのかなというわけで、今回もですね、まあ新しく、まあ今のここまで来て、それでもやっぱりきついなって思えるキャラがやっぱいるので、話していきたいと思います。はい。で、まあここまで来て、過去にお世話になったことはある。で、やっぱ強かったっていうキャラもいるので、そこら辺も踏まえて話していきたいと思います。はい。例えばですね、まず1体目で言うならば、オーク。このキャラはですね、今の環境でこそ使えないキャラ、まあ使えないって言ったら言い過ぎかもしれないですけど、ちょっと使いづらいキャラなんですけど、過去には頑張ってくれたんで、こういうキャラはまあ特にあげないかなと、まあ頑張れる時がまた来ると信じてます。はい、まあ、そんな感じでですね、今の現状ここまで来て、やっぱ昔からそして今でも使いづらいなって思えるキャラを上げていけたらいいかなというわけでやっていきます。はい、まずですね、中途半端に育成するならばアーシャートマホはマジいらないなと思いました。まあ今回強化されて、まあ普通に育ってれば強いんですけど、中途半端な育成は本当に弱いので、この2体に関しては育成するならばやり込んだ方がいいです。30レベルまでしか育成できませんとか、団子底力振りたくありません。D1、D0 取れません。虹バーチ取れません。アビさん作って虹バーチ取れません。っていう感じだったら、やる必要がないです。ぶっちゃけ。はい。中途半端です。マジで。尖らないんですよ。性能が。なので、こいつらはやるならば、本当に究極虹バーチ。まだやるなら強い。やらないなら弱い。って割り切っていいと思います。はい。で、続いてですね。まあ後悔したキャラ。まあこれはまた人によると思うんですけど、これはまた同じ。30フラと本当に弱いなと思う。リザードマン。全然使えないですね。30フルだから弱い。ただ、そこフルの、まあ、虹バッチ、金バッチ持ってると、それなりに活躍できるので、まあ、それを持ってる方からすれば、まあ、いろいろと話は変わるのかなと思います。でも、やっぱりトップの上位勢は、リザードマンを補欠にしてる方が多いですね。まあ、どうしてもやっぱ、単体で相手のキャラを倒してくれないし、重ねても吹っ飛ばしちゃって、結局倒せないで終わっちゃったりとかするんで、そこが結構めんどくさいっぽくて。はい。まあ、キャラ的にはね、ちゃんと底フルだったら悪くないキャラだと思うんですけど、まあ、これは50ですね。52って感じ。30フルは弱いです。はい、続いてですね、ペンギン。アビは強いんですよ。なんで、アビには大変お世話になりました。で、まあ、過去ですね、出たばっかの時にぶっ壊れてるのはあったんですよ。でも、あれは、挑戦ミスなんで関係ないじゃないですか。あんなの一緒なんで。で、それ以降の話ですね。はい、弱いです。アビは強いんですよ。マジで。ただ、裏引きは、正直弱い。まあ、虹バーチで1タイルがついたら強いと思うんですけど、今の裏引きは、もうなんか、随分弱いですね。しばらくの間。まあ、ミノが全盛期の時に、ちょっと使えない、まあ、使えることはあったかなとは思ったんですけど、まあ、結局それでも、まあ、死ぬんで、で、それ以降は使える場面が一回も来ないっていう、まあ、アビは強いですけど、裏引きの話ですね。はい。で、続いてですね、メデューサ。そしてマーメイド。まあ、豆は育ってませんけど、この2体に関しては、正直お勧めしません。というのも、まあ、このキャラたちはですね、アビ1プラス金バッジ、取れれば、また話があるんですけど、それ取れない場合って、まあ、ほぼスキル打たないんですよ。で、やっぱ運ゲーすぎるんで、運ゲーでワンチャン勝てることはあるんですけど、なんて言うんだろうな。まあ、失敗した場合に何もできない。運ゲー成功する以外何も活躍できないんですよ。そこはちょっと微妙かなと思いました。なんで、こいつらもあんまりおすすめできるキャラではないです。ただ、ちゃんと育てるならば強いと思います。自分は35でもこんな感じなんで、まあ、無駄な友取りを上げてしまったなっていう感じですね。D0 もトロフィーも結構使ったし。ちゃんとアビーチ作って、金バッチ作って、そこフルにしてってやるんだったら強いですけどね。まあ強いっていうか、まあそれなりに頑張れますけど。はい。中途半端ちょっと弱いですね。あと、ホックスですね。これは育成してませんけど、これはおすすめできないですね。ボックス次第なんですけど、ホックス用のボックスを作れたら強いですけど、ホックス用のボックスを作るってことは、そのキャラたちが弱くなっちゃったら、ホックスも相対的に弱くなるんですよ。っていうことも考えて、なかなか育成しても噛み合いづらいキャラ。あとは同じキャラが増えるんで、尖って強くなることもあるんですけど、それと相性悪いキャラが相手にいた場合に、尖って弱くなるんですよ。
例えば相手がプリキュア持っててこっちが爆王子フォックス調整じゃんって言っても相手プリキュアだから全部通らないみたいな、プリキュアとカマキリも引かれちゃったみたいな、何も通らないみたいなこともあるんで、うん、そこはちょっと難しいかなと思います。はい、で続いてですね、まあやっぱ育成して後悔したなと思ってるキャラ、まあなかなか難しい、あのやっぱ中途半端な育成だと後悔するなってキャラが多いんで、ちゃんと育てればまた話変わるかなっていうのもいるんですけど、まあ、騎馬兵とかも育てればしっかり育てれば強いけど、育てないと弱いなと思いますね。中途半端この32でレベル上げてるけど装備は30フル D1 ですね、弱い。ただそこフルにするとマジ強いです、ぶっ壊れって言ってもいいぐらい、なんかもう止まんないですね、強すぎる、剣士は止まんないんで、もこいつかなりやばい。で続いてですね、そうだな、まあいろいろいるんですけど、まあそこフルじゃないと弱いっていう代表だったらまたさらにプリキャまあ結局あの育てて後悔したキャラっていうのも自分の場合はここまでやって後悔したって感じですね。結局なんか35なら強いけど30フルが弱すぎるってキャラがやっぱ多々いて、そういうキャラたちってなんかその環境で35速フルが適正のステータスっていう条件で立ち回れてる感じがするんで、30フルとかそれ以下だと本当に何もできないんですよ、引いたらもう負けみたいなレベルになったりとかするんで、なかなか、だから35だったらこいつもね、35金バッチとか強いですけど、そうじゃないと本当にきついなって思います。虹バッチか。はい、続いてですね、オニンコ、まあ当時昔は強い時期ありましたね。で、あのそれからしばらくして弱くなって、でさらにですね、まあバイクオニンコっていう組み合わせができてなかなか面白い時もあったんですけど、もうキャラが弱いね、こいつはどう強くするのかもわからない、ちょっとよくわからないキャラなんで、ちょっと育てた分、まあ団子ももったいなかったなっていうのが正直なところ。そこをフルにしても弱いと思います今の環境は。今後次第かなと思いますけど、ちょっとなんかあんまり活躍できない中途半端なキャラだなって感じてます。はい、で続きですね、次、おにんこ行ったので次はここら辺はね特にいいんですよ、これかな。はい、特殊部隊さんですね。まあノリでアビさん作っちゃったんですよね、バイオ好きだからって言ってやりかしましたね。アビさん作ったのに虹バッチ持ってないですよね、やりかしましたね。虹バッチ持っててもあんま強くないですよね、やりかしましたね。はい、やりかしましたでおすすめできません、全く持って、対ゾンビ強い、以上です。マジでまあコラボキャラなんで持ってない方の方が多いと思うんであれなんですけど、あんまりあのゾンビ苦手なんだよな、特殊部隊育てようかなと思ってる方やめた方がいいと思います。普通にクレフラでいいです、クレフラか魔導でいいです。はい、次ですね、カエル剣士。はい、まあね、どっかのねノコっていうやつにはね悪いですけど弱いですね。はい、一部頑張ったりするときあったんですけど、まあ今回の次のバランス調整で、まあバルガニーもうちょっと強くなったりしないかなっていう期待を前寄せながら、アビニまで作っちゃったんですよね、結構前に。やりかしましたね、マジやりかしました。団子も振っちゃったんですよね、やりかしました。底力が 9% なんでそこは結構強いですけど、なんだろう、死ぬんすよ死ぬんすよこいつ。まあでも意外と迎撃引かれなければ無双するんですけど、やっぱ引かれるんですよね、どうしても。そこがちょっと難しいかなとは思うんですけど、引かれなければ頑張れる。うん、ただ壁にはならないですね、飛んじゃうんで。うん、で火力にもなるかって言われてちょっと微妙、マンドラ踏んじゃうし、なんかいろいろと難しいから、まあおすすめはしません、安定はしません。でなんか強いよって言えません。うん、強い時もあるけど弱い時のが多い、強いよとは言えない。はい、で次ですね、次は、今カエル剣士言いましたんで、まあこれはねもうこれも好みなんですけど Y 版かな。こいつはですね、今は昔弱かったんですよ。で Y バゲーしかできない、本当に脳のないって Y バゲーしか脳のないキャラだったんですけど、今強いですよ普通にやってることが。ただそれでもおすすめしません。結局このキャラって対空引かれたら止まっちゃうのと、壁になるわけでもなく、まあ、あんま安定するキャラではないんですよ。でキャラとしては活躍できるとか活躍できる必要いですけど、今の環境刺さってません、間違いなく。今後の環境次第かな、とりあえず今の環境では刺さってないんで、今からやるキャラではない、絶対に。最初に白ドラ始めたばっかの時に多分 Y1 が卵売ってると思うんですけど、あ Y1 っていいじゃん、かっこいいじゃんって思って買うのやめてください、やめてくださいってか、やめた方がいいですマジで、後悔します。 Y1 は最初のボックス作る時に育てるキャラではない、ボックスが完成してから考えるキャラかなと思います。で今の環境では弱いです、今後の環境次第。はい、ではフクロウやライダー、ここら辺もですね今の環境では弱いんですけど、別に育成をお勧めしないわけではないです。あ、今後の環境次第かな、今は弱いです、今から育てる必要はない、ただ今後の環境次第ではそれ使えると思います、使いやすいですねやっぱ迎撃なんで。で続いてですね、エンジェル。
はい、おすすめしません。マルチだったらアビエンジェルが強いんですけど、それ以外弱い、それも弱いで、マルチもあのアビエンジェルじゃなかったら何とも言えないで、フェアリーのが強いです。まあ、エンジェルで回復できるのがロボと、まあ、ソラキャラ、ソラのバルーン、バルガ、フォアドラ。フォアドラ関係ないわ。フォアドラはあれだわ。フェアリーでもできるわ。バルーン、バルガ、ロボ、メタドラっすね。そこはエンジェルでしか回復できない。でも、別にそれすら回復しなくてもいいと思うんですよ。普通に地上フェアリーで回復した方が回復力も高いし、キャラ数も多いんで使いやすいです。しかも1コスなんで、フェアリーは。こいつ3コスっすね。まあ、アビは2コスになりますけど。はい。で、次ですね。まあ、これはまた人によると思うんですけど、マルチでアビリティ使わないなら、アビリティを作らないならカタパルトはいらないです。マルチでアビリティを作るならばカタパルトは普通に強いと思います。ただアビリティを作るつもりがないならば、そこまで優先してやるキャラではないかなと思います。弱くはないですけどね。ただやっぱ支援キャラで、一部のキャラ以外に対しては火力が高くないんで、で攻撃回数も遅いんで、なかなかね、使いづらいと思うんですよ。だから全員にお勧めできるキャラではないかなと思います。はい。で、続いてですね。これもね、またね、ずっと弱い。昔壊れキャラで、出たばっかの時に、まっすぐ落ち着いて、そっからずっと弱いですね。レドガー環境の時に、レドガーに強かったんで、使えるかなと思ったんですけど、それだけで、他のキャラに対しては何もできなくて、結局弱いみたいな。で、4コス2体。で、迎撃なんですけど、こいつ、使うなら、まあ、正直、魔導とか、カニとかの方が圧倒的に使いやすいと思います。これはマジで。はい。まあ使い方次第で頑張れたりするときはあるんですけど、攻めにはならないですね。一切の攻めるんだったらユキンコの方がいいですね。はい。まあ4コスは、まああとはバルキリーかな。これもちょっとおすすめしませんね。一時期強かったですけどね、アビバルキリーの時に。まあ今の環境は弱いっす。で、今の環境じゃなくても、空迎撃がもし生きるとしても一体なんで、こいつって使いづらいんですよ。なんでおすすめはできないかな。環境に刺さっても使える場面が来てもやっぱ一体っていうのはなかなかおすすめしづらいんで、本当に見た目的にまあ可愛いんで、まあお好みでって感じですかね。性能ではおすすめできません。そんな感じですかね。まああと大型で言うならばオジハウクモとか、まあ相変わらずイカもそうですけど、ここら辺はおすすめしづらいですね。イカに関してもオジハウクモに関しても全部トリデによるんですよね。トリデの配置次第で、クモはトリデの配置をイカとオジハウに比べれば緩和されてるんですけど、まあやりやすいんですけど、なぜ雲自体が弱い。スキル発動率なんか最近やったら低いし、やっぱ死にやすいのですぐ死んじゃう。チビドラの火炎耐性も消えちゃって、即死しちゃうし。今でこそポックルに巻き込まれるし、アーリンコでも死ぬし、なんかもうついでに殺されてるんですよね、こいつら。ちょっと厳しいですね。他のキャラたちは別に今後も使い道は出てくるんじゃないかなと思うんで全然いいですけど、ここら辺はちょっと微妙かなと思います。こんな感じですかね。まあ、他のキャラたちは多分大丈夫。まあ、また、ね、もうすぐバランス調整来るので、それ次第で、今言った、ちょっと育てて後悔したキャラたちも変わったりすることもあるかもしれませんけど。まあ、結構やっぱ、中途半端が弱いキャラが多いんで、やるならしっかり育成した方がいいっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、敷居が高いと思うんですよ。究極にするって。それができるならば悪くないってキャラはやっぱ、最初にも言いましたけど、ただ言いましたね。まあ、それやっても弱いっていうキャラもいましたけど。はい、そんな感じですかね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。まあ、今回ですね、久々にやっていった、育てて後悔したキャラ、まあ、育てない方がいいキャラというか、ここまで育てないと使えないよっていうか、まあ、そんな感じのキャラですね。まあ一応、日付もナンバリングしておきますんで、今がですね2020年3月15日この時点での育てて後悔したキャラです。それではお疲れ様です。